All right, here we are, ladies and days, one more time, and today's a very special ladies and days again. You've seen this guy before, Toshi Izawa, in the Japanese version of the Surfer's Journal of Japan, the brand new one. And on the cover, Ralph Steadman. All right, ladies and days, here we go. Alright, 今回表紙にアートなんだけど、そうなんだよね。俺30年前の創刊号から見てるけど、おそらくね、表紙にそのまんまこういういわゆるアートを持ってきたっていうのは、うん、まあ、写真 のね、うん、ちょっと割とアーティスティカルな写真とかはあったけど、これ初めてだったと思うね、おそらくね。ちょっとびっくりしました。そしたらそれがラフ・ステッドマン。ラフ・ステッドマンという、まあね、アート結構好きな方はもちろん知ってると思うんですけど、ウェールズ、イギリスの UK のウェールズ出身 のイラストレーターですね。で、70年代から80年代に活躍した非常に個性的なイラストレーターなんですけども、まあ、彼がなんで表紙にこういう、これサーフゴンゾっていう記事からのあれなんですけど、うん、まあ、今回ねそれが一番なんと22ページすごいね。しかもサーフィンの写真とかは一切なし、うん、ラルフ・ステッドマンとあとその筆者の書いた文章だけの22ページという、まあ、とんでもないね。いや、この人サーフィンもしないもんね。この人はしない。ただそのライターの人はするよ、もちろん、うん、なんですね。ちょっとめくってみますね、それね。これがそれなんです。ハンター・トンプソンっていう、作家の人がいまして、日本では、まあ、好きな人はもうカウンターカルチャー好きな人はもちろん知ってると思うんですけど、ハンター・トンプソンっていうとアメリカの70年代から60年代後半から70年代にかけてのニュージャーナリズム、うん、ニュージャーナリズムの、まあ、代表的な作家としてゴンゾライターって言われてる、まあ、ゴンゾっていうと直訳するとならず者とか、もうそういう役なんですけど、僕初めて見たのは中学生の時にローリングストーンという雑誌に載ってて、この人の絵でハンター・トンプソンの人が記事書いたの。それでラスベガスで あった警察のコンベンションのレポートなんだけど、警察のコンベンションのことをレポートしてんじゃなくて、どんなひどいやつ、こいつはどんなひどいやつっていう感じのレポートなの。だからこんなだらしないやつが俺たちの警察なのかっていう、そういう裏のレポートになっちゃった。だからコンベンションレポートのはずなんだけど、じゃなくてその裏のことを書いちゃった。それが大当たりして、ハンター・トンプソン自身はやっぱりものすごく現場主義、要するに現場にとにかく入り込んで、今言ったようなその裏側を、現象をレポートするんじゃなくて、要するになんでその現象が起きているのかという裏側に突っ込んでいく、それがやっぱりゴンゾスタイルと言われている、うん、だからやっぱりならず者の集団、例えばヘルズエンジェルスに入っていた時は本当に自分もヘルズエンジェルスと一緒になって、動いて、あとジョージがよく行ってたサンフランシスコのストリップ劇場、うん、ジョージが行きつけのストリップ劇場では実際にそこで MC をね、うん、夜のナイトマネージャーのをやったっていう、まあ、とにかくそのゴンゾスタイルで有名な。でジョニー・デップがこの人のハンター・トムソンの大ファンで、でハンター・トムソンが死んだ時には彼のお葬式にもお金出したりだとか、ドキュメンタリー作ってさ、ね、ハンター・トムソンの、ゴンゾっていう、ドキュメンタリーがあるんですけど、それにナレーターとして参加したりとか、まあまあ、そこら辺でねちょっと有名だけども、でそのハンター・トンプソンが生涯自分のコンビとして、このラルフ・ステッドマンというイラストレーターをすごく、重用してたんですね。で、そこの顛末っていうのが、ここに書いてある。でなんでサーファーズ・ジャーナルなのか、ロモのなんだっけ、ロノの呪いだ、ノロじゃねえや、ロノ、うん、ホノルルでホノルルマラソンで、が開催されるホノルルで、
そこにナイキじゃなくてランナーズマガジンかなんかの依頼で、取材に行ったハンター・トムソンがよくあの人雇うよね、うん、がやっぱりもうその、 あのホノルルマラソンとは全く関係ない話をもう延々と、でその中にパイプラインマスターズの話が出てきたりだとかサーフシーンのサーファーが登場したりだとかっていうことで、でその中の挿絵がこのラルフ・ステッドマンが描いた挿絵がものすごくこう暗示的なハワイの文化をある種揶揄してるというか皮肉ったようなテイストにあふれてて、それを、まあ、追いかけたそういうルポになってます。いやこの人もこれほどちょっとすごいぶっ飛んじゃってるけど、昔はこれほどじゃなかったんだけど、ハンター・トムソンと会ってからどん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 ワイルドになっちゃったんだね、映画ね。だけどあれだよね、ハンター・トムソンはとにかくコケイン、LSD も何でもやっちゃう、うん、あのとんでもないならず者だったんですけども、ラルフ・ステッドマンはどちらかというとアルコール程度で、そうそう、真面目な人だったんだ、そうで、まだ、生きてるご存命です。でこの中にも結構重要な感じでこう登場してきますけどね、まあでもね、サーフィン雑誌ですよこれ。サーフィン雑誌でこんなその文化系アート雑誌みたいな、日本でいうなら美術手帳のようなね、そんな記事を載せちゃうっていうのはもうどこまでゴンゾなサーフィン雑誌なのかってことだよね。20何ページだしね、その22ページ、ね、22ページって普通特集としてはこの雑誌でいうとものすごいあの量です。それに特集しちゃうっていうんだからもうちょっとびっくりですね。まあそんな感じで、今回の、フィーチャーストーリー、一番は何といってもこれじゃないですか ね、 ね、だからサーフィンしない人でも このストーリーはすごく面白いから、ね、あのサーフィンカルチャーの裏みたいな感じのことも書いてるから面白いですよ。だからね、あれですね、ハンター・トムソンとラルフ・ステッドマンの、まあ、友情物語というか、うん、まあ、そんな感じですね、どっちかっていうとね、まあ、カウンターカルチャー寄りの雑誌であることが、うん、やっぱこれでもすごく分かるというな感じですか ね、 いいですね、はい、これはこれ。あとのストーリーは、あとはね、そうですね、やっぱりなんつってもこれでしょうね、ラリーライトという、サーフィン文化好きの人は皆さんよくご存知だと思います。フレームといういわゆるペンネームで、活躍していたあのサーフフォトグラファーがいるんですけど、ラリーフレームムーアという、うん、ラリームーアという人です。80年代中心に、サーフィン誌、サーフィンマガジン、あのサーファーマガジンとサーフィンマガジンっていう、あの2つの雑誌がしのぎを削ってたんですけども、うん、その、サーフィン誌のサーフィンマガジンのフォトエディターだった人ですね。残念なことに2005年に、他界されてしまうんですけど、2005年かに他界されてしまうんですけども、まあ、なんといってもダン・マーケルだとか、あとあいつジャッキー・チェンじゃない、ジャッキー・チェンはジェフ・ディバイン、アーロン・チャンの、アーロン・チャンとか、あとジェフ・ディバインは敵役だからね、あのサーファーマガジンのフォトエディターが、なんかを要するに、まあ、輩出してった、育てて世に送り出して、で非常に喧嘩っ早い、サーファーマガジンのスタッフにはもう常に喧嘩を売ってたということで、悪名高いカメラマンなんですけど、そのラリー・フレーム・ムーアの、やっぱ独特なクリエイティブのスタイルを、エヴァン・スレーターというサーフィンマガジンの末期にもう編集長をやってた人ですけど、その人が書いてます、まあ、素晴らしいレクイエムというか、これはよく見たことある写真たくさん出てるもんね、うん、でね、俺これ見てね思ったのはね、やっぱりあれだよね、サーフィンが要するに産業ビジネスとして成長していく、まさにその過程を彼80年代、ね、うん、サーファーマガジンとやり合いながら、まさにこう現場で撮っていった作っていった人なんだなっていうのがすごく分かってカラフルのサーフィンが一番カラフルの時代だよね。そう、いわゆる蛍光色ネオンカラー の、 あのファッションだとかがすごく流行った時期ですね。まさにあの時代、僕なんかもすごいサーフィンにハマった口ですけども、あの時代を生きてた、リアルタイム生きてた人はすごく懐かしくなる、うん、そんな写真で いっぱいです。これもすごくいい記事、うん、ジョージ気づいてました？このエステリクス、エステリクスっていうコーナーがなんか新しいコーナーとして出てきてるよね、出てきたんだよね。でこれは何かというとね、
前回もそうですけど、彼らの新しいその作品集みたいなものがあるんですけども、そういう、まあ、なんていうの、もうこの紙面を借りて宣伝してるみたいな、そんな感じなんですけどね、いいなみたいな感じなんだけど、これパトリック・トレフスっていう、もちろんサーファーズ・ジャーナルの読者の方はご存知の、フォトグラファーですけども、彼は、まあ、フォトグラファーであり、まあ、コラージュアーティストであり、そしてすごい料理人でもあるという、まあ、その彼がね、新しいその旅への参加っていう、まあ、その新しい本があって、それの、紹介記事になってます。ページをめくっていただくとね、すごく分かりますけど、ものすごいちょっとあの図抜けたクリエイティビティというか、うん、非常にかっこいいアートを生み出す人ですね、パトリック・トレフツ。このレイアウトも、これ最近のジャーナルのレイアウトのスタイルだよね。そう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 、これもみんな結構エディトリアルのデザイナーいろいろ凝ってるよね、うん。あとこの他にもですね、ハリソン・ローチのプロファイル記事とか、まあ、ロングボードファンの方はもう絶対に見逃さないハリソン・ローチの、プロファイル記事になってます。見るたくさん入ってるね、うん、結構いい記事。今度はあの予告編だけど、後ろの方に、あ、そう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 、サーファージャーナルが出す、はい、今度ね、最初の本です。そうなんです、はい、あのここにある、これ僕 の、 あの編集後期なんですけど、ここに毎回出てる、花井祐介、今度この、彼のボードショーツを一冊の本にまとめました。これ11月に発売になりますけど、はい、ぜひこちらもですね、楽しんでいただきたいなと思います。いい本ですよ、これは。いい本になるね、面白いよ、なんかすごく面白い、うん、60本、今まで彼が書き溜めてきた、こういうワンフレームコミック、これをあの一冊にまとめたものなんで、ぜひぜひゲットしていただきたいと思います。 This book. Get it. All right. これ今回これはいつ発売？もう、これは、9月の、末ですね。末ね、まだですね、だけどそろそろ情報も解禁公開になってますんで、ぜひ、皆さんに手に取って楽しんでいただきたいなと思います。はい、Surfers Channel and Lazy Days YouTube 登録お願いします。